そういや、そんなもんが招待状と一緒に届いてたな。自分の名前が幸四郎だからっていうことなんでしょうが、まったく趣味の悪いプロデューサーですね。とにかく異常なほど数字にこだわる人なんですよ。なるほど。今日の列車のチケットを手配したのもその人だね。はい。確かにあのおっさんなら一番欲しいのは数字って答えるだろうな。ふんふんふん。なあ。そういうことだったのかよ。光一、陽次、三原、そして幸四郎と。ま、そんなこったろうと思ったがな。ふん。失礼ですが、今回皆さんが呼ばれたのは単なる数合わせのようですな。プロとして期待されているのはどうやらこの私だけ。おい、こいつ、まさか本物のバカなのか？さあね、僕はそろそろ失礼しますよ。これ以上くだらない茶番に付き合っている時間がないのでね。おう、じゃあ俺も部屋に帰るか。おい、おっさん、今回の話、あんまり舐めてっと痛い目に遭うぜ。くれぐれも油断しねえこった。森さん、片付けたいんすけど。え、あら、もう開き。つれねえこと言ってんじゃねえよ。ブランデーさんたちが寂しがんだろ。森さん、あれはですね。あ、そういや、開けてない紙があと2枚残ってたな。ちょっくら見てやるか。あ、睡眠時間じゃないのか。あれ？これがトロピカルランドのチケットじゃなかったっけ？あ、おかしい。二日酔いの薬のはずだが。腕時計？ここで5年前の真相のはずだよな。あら、メモが置いてないぞ。誰かが持ち去ったんだろうか。あった、あんなところに挟まってやがる。まあ、コミ飛行機、いつの間にこんな真似を。マフラーか。誰が書いたんだろう。何？ここに睡眠時間が？毛利さん、あれはですね。待てよ。ということは、そうか、わかったぞ。あいつの使ったトリックが。バレちゃいました？そうっす、僕が桜をやってたんすよ。あら、ふん。だから、こういうこったろ。あらかじめ打ち合わせておいた睡眠時間を6本目のピンの下に置いておき、
それを最初の答えとして発表する。あとは答えを確認するふりをして見たメモの内容を次の回答に当てていけば最後まで間違えることはないわけだ。つまり One Head System、 技術の基本だね。なんだお前、一体いつからいたんだよ。やれやれ、おかしなやつばっかだな。とりあえずこのメモを整理してみっか。まずトロピカルランドのチケットがラン、二日酔いの薬が俺、5年前の真相がウォークマン、睡眠時間があの AD、 だから腕時計とマフラーが浅輪かジャガーのどちらかということになるな。ジャガーのやつはあんなだし、浅輪に直接聞いちまうのが早いか。次は大宮、大宮。そういえば、ランのやつまだ怒ってっかな。おいおい、空手の練習かよ。しかし気合い入ってんな。そういや、都大会がある。絶対に優勝するんだから。おお、怖っ。とりあえず今は入らない方が良さそうだな。ここが浅輪の部屋だな。とりあえずメモの話を聞いてみるか。毛利さん、何かご用ですか？さっきのメモのことなんだが、残り2枚の答え合わせがまだだったじゃねえか。実はだな。腕時計とマフラーだね。なるほど、それでわざわざ。毛利さんは僕が今欲しいのはどっちだと思う？浅輪の今欲しいものね。腕時計だろう。腕時計ですか。正解です。つい最近お気に入りが壊れてしまって。アナログ時計は繊細ですからね。でも見直しましたよ。さすが探偵さんですね。何見てた？スピード時刻表ですよ。この列車のタイムスケジュールを調べているんです。何でも計画通りにことを運びたいたちでしてね。この列車は何時に目的地に着くんだ？青森には予定では15時48分に到着するみたいですよ。
そうすと、うわ、9時間もこの列車に乗るわけね。次は宇都宮、宇都宮。次はどこに行くとすっかな。ああ、なんだこれは。見たところトークンのようだが、ま、事件には関係ないみたいだし持っておくか。ここにはさっき言ったが、もう一度行ってみるか。毛利さん、まだ何かご用ですか？まあ別に用ってほどでもねえんだが、部屋に帰りづらくてな。さっきの親子喧嘩が原因ですね。多分な。さて、と、次はどこに行くとすっかな。ここが大熊の部屋だな。5年前の真相についてはこいつに聞くのが手っ取り早いな。この番組のプロデューサーについても何か知ってるようだったし。ん？おおさん、なんか用か？ちょっとさっきのメモのことが気になってな。5年前の真相のことだな。ああ、ちょいと脅かしてやっただけさ。あいつ思いっきり青ざめったけどな。ま、嫌な思い出が蘇ったんだろ。嫌な思い出？殺人事件があったんだ。この番組の当時のプロデューサーだった人間が殺されてね。さっきの杉本ってディレクターも当時は AD として現場にいたはずだよ。そう、あの時の列車の中にね。列車の中？地方ロケに向かう途中だったんだ。今回と全く同じ。同じといえば木戸が列車に乗り遅れていたのも同じだな。列車に乗り遅れていた？ああ、警察も木戸に目をつけたんだが、何せ同じ列車に乗っていなかった人間だからな。3日間の取り調べの後で証拠不十分、無罪放免ってわけさ。警察もそいつに目をつけたってことは、何か怪しいところがあったってこと。木戸は後続の列車で現場に着いたんだ。ところが来るなり、当時ディレクターだったあいつが仕切って強引に現場を撮影しまった。妙だと思わねえか？強引に現場を撮影？ああ、俺の調べによると、あいつはそれを同じ局の報道部に売ってかなりの金をもらってる。同じ局の報道部に？それがニュースで放送されたってことか。賛否両論だったらしいけどな。
そういうものほど数字は取れる。数字？そういや、さっきこの番組のその気取ってプロデューサーがやたらと数字にこだわるって。ああ、あいつは5年前から業界じゃ有名だったよ。数字の鬼ってね。なるほど。当時業界に入りたての新人だった杉本さんには5年前の事件が強烈なトラウマになって残っているわけだ。分かっていても口に出せない答えもあるか。次は黒い磯、黒い磯。さてと、次はどこに行くとすっかな。あ、森さん、今スタッフに朝飯配ってるんですけど、よかったらお一ついかがっすか、駅弁。悪いが、二日酔いがきつくて今は何も食えねえんだ。森さん、朝食は取られた方がいいですよ。へいへい。さてと、次はどこに行くとすっかな。ここがジャガー三原の部屋だな。こいつには特に聞くことがないな。ないみたいだな。まあ、いっか。次は郡山、郡山。さてと、ここは遅刻したプロデューサーの部屋だな。まさかいたりして。ん？鍵が開いてる。あ、ま、んなわけねっか。次は福島、福島。